それでは今回は自動的に夢が叶っていくブレインプログラミングについて解説していきたいと思います。人生を思い通りにするラス、自分の望みをはっきりさせる、期限を決めて計画を立てる、アファメーションの力、うまくいく人とうまくいかない人の習慣、それぞれ解説していきたいと思います。世の中には目標を立てて成功する人と成功しない人がいます。その違いは何なのか、脳の研究で明らかになっています。僕たちには自分の人生を思い通りにできる脳のシステムがあります。それがラスです。ラスっていうのは脳にある毛様体という神経の集まりのことです。これがあることによって僕たちは生物として生きていくことができます。僕たちが夜寝たり呼吸したりできるのも実はこのラスのおかげです。ラスっていうのは脳の活動を支配する中心的な存在です。引き寄せの効果を持っています。前向きな考え方をしていればラスも自動的に前向きな行動を取るように僕たちの体に指示を送ります。ラスをうまく使いこなすことによって僕たちっていうのは人生を思い通りに作り上げることができるってことです。ラスで大事なのは望むことだけを考えて望まないことを考えないことです。例えば新しい車が欲しくて買いたい車が決まっていたとします。すると路上を走っていると必ずその車が目につくようになります。そんな経験あなたもあると思います。欲しいものを街中だったりとかショッピングモールで気になるようになるってことです。これはラスの働きです。この車を買いたいと思うと意識が全面的にその車に向かって、それ以外の種類の車の姿っていうのはいらない情報としてラスはバッサリと切り落としてしまいます。あなたが理想の人生を歩みたいんであれば望まないこととかいらないことを考えてはいけないってことです。もし何か望まないものばかり考え続けていると、その望まないものにあなたの意識が向くようにラスをプログラミングしてしまうことになるからです。望むことだけを考えて望まないことは考えないようにしてほしいと思います。6回接すると脳は新しい考え方を受け入れるっていうのが研究によって明らかにされています。初めて読んだり聞いたりした考え方がそれまでの自分の考え方と食い違っていると、脳は新しい考え方を拒否するようにできています。自己啓発セミナーに行ったりとか新しい本を読んでもなかなか効果が出ないのはそのような理由です。しかし同じ考え方に6回接することによって脳は新しい考え方を受け入れれるようになります。そして心の奥までその考え方が浸透していきます。なのでいい本っていうのは何回も読むべきですし、いい動画っていうのは何回も聞くべきです。新しい考え方を入れたい場合は6回以上インプットすることを意識してほしいと思います。続いて自分の望みをはっきりさせるっていう話をしたいと思います。今からあなたにやってほしいことがあります。これまでの人生で興味を惹かれたこと、やりたいこと、成長したいこと、これらを10個書いてください。注意点としてはどんなことであっても自己判断で無理だと思わないこと、切り捨てないことです。何でも書き出すことです。書き出すことによってラスはうまく起動していきます。ラスがうまく起動すれば目標を達成できる可能性が高まります。目標を紙に書いてじっと見つめるうちに自分にとって本当に大事なことは何なのかが分かってきます。そうすると脳みそが目覚めてその大事なことのために勝手に動き出します。成功を成し遂げた人っていうのは大抵自分の望みとか考えを紙に書いたりとか人前で話したりとかして自分に優先順位をつけています。4つ伝えたいポイントがあります。1つ目はこれからは自分の人生の責任っていうのは自分で取って本当のやりたい自分を取り戻すと決心することです。2つ目が欲しいものをすべて手に入れることです。今の自分を変えて理想の自分になる、そう決心することです。3つ目、毎日の仕事を心から好きだと思えなければ辞める計画を立ててほしいと思います。仕事の調査によると今の仕事は好きではないけど生活のために仕方なくやっている人がほとんどのようです。その一人になる必要はないです。4つ目、今からリストを書くことです。後でとかご飯を食べてからではなくて今から書くことです。成功する人、結果が出す人っていうのは先送りするんではなくてすぐ行動できる人がどんどん自分の望みっていうのをはっきりさせてその目標っていうのを叶えることができます。続いて期限を決めて計画を立てることです。脳には期限に間に合わせようとする力が備わっています。期限を決めると人っていうのは前進しないわけにはいかないです。期限までに目標を達成できるように一生懸命働くようになります。期限に間に合わせようと突き進む力を人に発揮させるのはラスの働きです。効果的に期限を設定するための3つの方法があります。1つ目は現実的であることです。実際に達成できそうな現実的な目標を決めて期限を決めることです。2つ目は短めであることです。期限は短めにする方がいい結果を出せるって言われています。3つ目、すぐに実行することです。何度も考え直してはいけないです。すぐに行動を開始することです。行動からしか結果は生まれないです。自分なんて無理かなとか
自分がそんな目標を達成できない、このように否定的に考える癖だったり思考とか考え方がある方は、その思考をポジティブに変える期限を決めてほしいと思います。ネガティブに考えちゃう人っていると思います。特に失敗した後だったり辛いことがあった時っていうのは、僕たちってネガティブに考えがちです。僕たちっていうのは人生で少なくても3回は大きな災難に遭うって言われています。離婚したりとか病気になったりとか破産をしたりとか仕事を失ったりとか親族が亡くなったりとか、誰もが災難に遭います。それは人生につきものです。何とかして立ち上がる決心をするしかないです。必ず生きていくとマイナスの出来事は起こります。それを事前にしっかりと理解しておくことです。続いてアファメーションの威力について解説したいと思います。僕はアファメーションっていうのはめちゃめちゃ使います。アファメーションっていうのは自分が達成しようとしていること、これからやろうとしていることを常に繰り返し自分に言い聞かせることです。僕は会計士になりたいときは会計士になりたいっていうのを常に言うようにしていました。起業したいって時も起業したいっていうのを周りの人だったり自分自身に対してずっと言うようにしていました。本出したいって時も本が売れたいとか本を出したい、常に言うようにしています。自分と対話することです。ポジティブな言葉を自分自身に対して周りの人に言うってことはめちゃめちゃ大事です。今日からは自分が何か否定的なことを言うたびにそれを肯定的な言葉で言い直すようにしてほしいと思います。目標っていうのは達成できると自分が信じない限り絶対に達成することはないです。そして言葉でしっかりということです。常に口に出している人じゃないと目標っていうのは達成できないです。また限界を感じている人は限界を超えることはできないです。目標を達成したかったら自分で自分のことを信じること、そして常に自分自身に対してその言葉を言うことです。僕は YouTube 上で自分が達成したいことっていうのは常に言うようにしています。それっていうのは YouTube やってない時だったら本の中で書いたりとか、誰かと話している時に自分はこういう風になりたい、こういうようなことを達成したい、常に言うようにしています。勇気を出したいと思ったら自分っていうのは勇気があると、勇気があるからどんな困難がやってきても絶対に俺は乗り越えると、そういう言葉を自分に言い聞かす、周りに言うことです。誠実でありたいと考えているんだったら自分はどんな状況でも人に対して誠実に接したい、誠実に対応したい、自分は誠実な人間なんだ、そのような言葉を常に言うことです。あなたの今の人生っていうのは過去にあなたが自分自身に対して言い聞かせてきた言葉の集まりです。アファメーションを実践するようになると引き寄せの法則っていうのが働き始めます。アスリートとして成功した人っていうのは誰もが肉体的な訓練を積み重ねると同時にイメージトレーニングっていうのを実践しています。競技で勝つ自分自身の姿を常にイメージしているってことです。あなたも常に勝利する自分の姿を想像することです。そして自分に言い聞かせたことっていうのは必ず本当になります。そして絶対に怒ってほしくないことを、考えないことをやってほしいと思います。続いてうまくいく人とうまくいかない人の習慣について解説したいと思います。いい習慣はいい結果をもたらしてくれます。一方悪い習慣っていうのは悪い結果をもたらし続けます。何をやってもうまくいく人の習慣をしっかりと身につけることです。それを身につけることによって望み通りの成功を手にすることができます。成功するかしないかっていうのは自分がどのような考え方、どのような姿勢で日々生きているかです。うまくいく人の習慣を紹介したいと思います。人を褒める、人を許す、自分以外の人も成功するように励ます、物事の面白おかしい面を見る、感謝の気持ちを忘れない、アイデアを話す、よく本を読む、やることリストを作っている、常に学んでいる、人の功績を認める、失敗の責任を取る、情報やアイデアを共有する、変化を予測して歓迎する、計画と目標を立てることです。一方でうまくいかない人の習慣として人を批判する、人を恨む、自分以外の人は失敗すればいいと思う、物事に動揺する、何をしてもらっても当然だと思っている、人の噂話をする、毎日テレビを見る、行き当たりばったりに行動する、自分は何でも知っていると思っている、功績を独り占めする、責任を人に押し付ける、情報やアイデアを自分だけの秘密にする、変化を恐れる、計画も目標も立てない。あなたがもし成功したいんであれば、あなたの成功を妨げる人とは付き合わないことです。一番付き合いが深い5人の友人の生き方や行動に刺激を受けないんであれば、新たな友人を探すことです。そのためには自分が求める新たな友人がどんな場所にいるかしっかりと考えて、そういう場所とか組織に進んで参加してみることです。それではまとめいきたいと思います。成功する人と成功しない人の違い、自分の人生を思い通りにできるラスをうまく使っているかどうかです。ラスで大事なのは望むことだけを考えて、望まないことだったりとかできないことを考えないことです。脳は6回接すると新しい考え方を受け入れるようになります。成功したいんであれば成功する人の考え方っていうのを6回以上インプット
ットしてほしいと思います。続いて自分の望みをはっきりさせることです。これまでの人生で興味を惹かれたこと、面白そうだと思ったことのリストをぜひ作ってみてください。これからの自分の人生の責任は自分で取ること、欲しいものは全部手に入れること、今の仕事が好きじゃないんであれば辞める計画をすること、今からリストを書いてほしいと思います。続いてノーっていうのは期限に間に合わせようとする力が備わっています。効果的に期限を設定するための3つの方法、現実的であること、短めであること、すぐに実行することです。続いてアファメーションの威力、自分が達成しようとしていること、これからやろうとしていることを常に繰り返し自分に言い聞かせるアファメーションっていうのをしっかりとやってほしいと思います。目標っていうのは達成されると自分自身が信じない限り絶対に達成することはできないです。また限界を感じている方は限界を超えることはないんで、限界の壁っていうのを突破してほしいと思います。あなたの人生っていうのは過去にあなたが自分に言い聞かせてきた言葉の集まりだと考えてほしいと思います。最後に、うまくいく人の習慣、人を褒める、人を許す、自分以外の人も成功するように励ます、物事の面白おかしい面を見る、感謝の気持ちを忘れない、アイデアを話す、よく本を読む、やることリストを作っている、常に学んでいる、人の功績を認める、失敗の責任を取る、情報やアイデアを共有する、変化を予測し歓迎する、計画と目標を立てる、一方うまくいかない人の習慣、人を批判する、人を恨む、自分以外の人は失敗すればいいと思う、物事に動揺する、何をしてもらっても当然だと思っている、人の噂話をする、毎日テレビを見る、行き当たりばったりに行動する、自分は何でも知っていると思っている、功績を独り占めする、責任を人に押し付ける、情報やアイデアを自分だけの秘密にする、変化を恐れる、計画も目標も立てない、いい習慣っていうのはいい結果をもたらします、悪い習慣は悪い結果をもたらし続けます。しっかりといい習慣っていうのを身につけてほしいと思います。ラスの力をうまく発揮すると、引き寄せの法則っていうのが働き始めます。まずは自分が何をしたいのかはっきりさせてほしいと思います。はっきりすることができればラスがナビゲートしてくれます。自分が心から望んでいることは何なのか、それが決まったらとにかく今すぐに始めることです。ネガティブな言葉を使ってはいけないです。あなたの人生はあなたが自分に言い聞かせてきた言葉の集まりです。恐怖っていうのは誰にでもあります。当たり前だと考えることです。自分自身を信頼して望む結果以外のことは絶対に考えないことです。自分の限界を決めているのも自分自身です。どんな考え方を取り入れるか、どんな言葉を自分に語りかけるかによって、人生っていうのはいい方向にも悪い方向にも行きます。ブレインプログラミング、自動的に夢が叶っていく方法っていうのをしっかりと学んでほしいと思います。この動画見ていただいて感想、気づき、コメントあればメッセージをお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。